こんにちは、ももです。今日も一日の笑い、一日食べたものを全部紹介していきます。今日は私が今ハマっているキムチを使ったお料理を紹介していくので、 I hope you find some inspiration。 それでは Let's get started。 朝はいつも通りスムージーを飲んでヨガをやったんですけど、それを終わった後、ちょっといつもと違う朝ごはんで、彼が今日は家にいたので彼と一緒に朝ごはんを食べました。まず最初にスイカを食べてから、彼が買ってきてくれたプレッツェルを食べて過ごしました。プレッツェルにはビーガンクリームチーズとか、あとはヌテラ、ビーガンヌテラとかをつけて食べています。彼もプロティン、小さいパンとかプレッツェルを買ってきて食べていました。で、それが終わったら少しおやつでこのフラットピーチーズ、私が大好きなペタンコの桃を食べています。で、お昼ご飯の時間になったので、キムチチゲを作っています。キムチをごま油で炒めていきます。これも自家製キムチで、この間紹介したキムチのレシピとはちょっと違うキムチなんですけど、この間紹介したキムチでもできるので、ぜひ作ってみた方は、このキムチチゲを作ってみてください。野菜は家にある野菜を使っています。White mushrooms、キャベツ、ズッキーニとか白菜とかを使いました。ちなみに最近英語のチャンネルも作って、この動画とか、あとは他の動画とかも作っていこうと思ってるので、英語に興味ある方はぜひ概要欄に英語のチャンネルも貼っておくので、そっちをチェックしてみてください。英語の勉強にもいいと思います。エクササイズ動画とかもアップしてる Yoga with Momo のヨガチャンネルもあるので、そっちもチェックしてみてください。このキムチの中にお水とコチュジャンと韓国のお味噌とコチュガル、韓国の唐辛子を入れていきます。お醤油も入れて、で、あとは野菜を入れていきます。オクラとかもたまに入れたりするし、エリンギとか入れてもすごく美味しいので、好きな自分の野菜を入れてってください。市販のキムチの素、キムチ鍋の素とかあんまり好きじゃないんですけど、自分で作ってみると自分のお好みの味にアレンジできるのでおすすめです。このキムチ鍋のベースのレシピ下に残しておくので、概要欄チェックしてみてください。あと、なぜか残ってあったコーンも入れています。コーンを大量に食べるとお腹すぐ痛くなるので、最近は少しずつ食べるようにしています。で、最後にシークレットイングリディエントはタヒーニ、白ごまペーストを入れています。これを入れることによってさらにマイルドになってすごく美味しくなります。あとはシロップを入れて甘さを足して、最後に昆布だしも少し入れています。 You can be creative here, add whatever you like。 あとはごま油を上に垂らすとさらに美味しくなるので、ぜひそれも試してみてください。野菜だけだと私はすぐお腹すくので、必ず何かしら炭水化物を入れるようにしています。たまにジャガイモを入れたりするんですけど、今日はこのトッポギの餅のスティックがあったので、それを入れました。で、上にビーガンチーズをトッピングしたらさらに美味しくなるんですけど、今日はビーガンチーズがなかったのでこのまま食べています。で、これ食べ終わった後にスープだけ残ったら、それにご飯を入れて、あとビーガンのだしを入れて、韓国海苔を上にトッピングするとすごく美味しいです。で、これは小ネギのキムチで、これもこの間作った小ネギのキムチなんですけど、これは、フィッシュソースを使ったキムチになっています。なんちゃってナンプラーを使ってるんですけど、なんちゃってナンプラーの作り方は来月に出すレシピ本に書いてあるので、楽しみにしていてください。 I'm sorry for making you guys wait for so long。 で、煮込み終わったら完成です。あとはボウルに移して、で、食べていきます。このスープ本当にご飯とか、あとラーメンヌードルとかと一緒にミックスすると美味しいので、取っておいてください。で、最近 I discovered something new、 キムチと大葉のコンビネーションがすごい美味しいっていうことに気づいたので、最後大葉をトッピングしていきます。自分の、ベランダで育てた大葉になっています。あと白ごまも上に乗せていきます。たまに、ロールを作って海苔にご飯乗せて、それにキムチと大葉を入れて巻いて食べることが最近多いんですけど、さっきも言ったように大葉とキムチの相性はすごくいいのでおすすめです。あとアーモンドとキムチと、あとビーガンチーズの組み合わせも大好きです。
Anyways, 今日のおやつはアボカドトーストを作りました。おやつは基本的にバナナケーキとか甘いものとかを作ったりすることが多いんですけど、サルティーなおやつも大好きなので、よくこういうものを作っています。あと、キムチご飯とかを食べたりしています。塩コショウを振って、トマトと、あとはキムチと、あとスリラチャソースをつけるのが大好きです。キムチとアボカドとパンの相性はとてもいいのでやってみてください。少しトーストして、あとビーガンチーズを上につけてメルトさせてもすごく美味しいです。でこれ以外におやつはいつも冷凍庫にあるおやつだったり、あとフルーツを一日中ずっと食べています。夜ご飯はパンプキンスープを作りました。ちょっと早めに準備して、夜ちょっと用事があったので、作ってから用事を済ませて最後食べました。 Anyways, パンプキンを切って中の種と綿を取っていきます。種は捨てないようにしてください。これ洗って綿を取ったらオーブンとかに入れたらかぼちゃスイーツができるので、捨てるともったいないです。かぼちゃを適当な大きさに切っていきます。今かぼちゃシーズンじゃないんですけど、これスーパーに売ってて買ったんですけど、あんまり美味しくないかぼちゃでした。なので Maybe it's not the best time to make pumpkin soup, but 最近ドイツすごい寒かったので、I decided to make something very warm。 これをオーブンに入れていきます。オリーブオイルを上にかけたらカリカリになるので、オリーブオイルをかけて、でオーブンに入れている間にスープを作っていきます。玉ねぎとニンニクも使いました。あとコーンも残ってたので、コーンをこうやって切って入れていきます。あとスープ作るときにコーンのこのそのまま芯も入れると、スープにすごい味がいい感じに染み込んで、すごくおすすめです。でこれをオリーブオイルで炒めたら、ここにさっき、オーブンに入れといたかぼちゃを入れていきます。でお水とココナッツミルクを足しました。あとは野菜ブイヨンを入れて煮込んだら、最後にミキサーで混ぜてったらパンプキンスープの出来上がりです。 Oh, and something very interesting. これ、すごい古くなったプロテイン、小さいパンなんですけど、すごい硬くなったやつを切ってスープに入れて少し柔らかくすると、はんぺんみたいな食感になってすごく美味しいので、ぜひ、ドイツとかに住んでる方は古いパンとかがあったらこれをやってみてください。すごいおすすめです。あと私はスープ結構ステーキなのが好きなので、あんまりスープっぽくしてないんですけど、かぼちゃピューレみたいになったんですけど、これもすごい美味しいので、ぜひみんな作ってみてください。最後にパンプキンシーツを上にトッピングして、あといつもこれ食べるときはキナケポートと一緒に食べています。このクラッカーです。そんな感じでパンプキンスープの出来上がりです。あとサラダも作りました。サラダと一緒に食べて、そんな感じでした。今日食べたものは、で夜は、リビングで過ごしながら少しだけこのシュガーアプリコットを食べて一日を終わらせました。 I hope you enjoyed this video、レシピ下に残しておくので、トライしたい方はぜひやってみてください。 See you in my next video. Bye!